はい、友板です。今回は愛車紹介シリーズなんですけど、ちょっとどの車かっていうと、一応自分の車を今回ちょっと紹介したと思います。結構もう1年半納車して1年半以上は経ってるんで、結構変わったと思うんで、まあ全体的にどんな感じになったか、ちょっとまずじゃあ外装からいきます。まずじゃあフロントから見ていきます。一応じゃあまずナンバーのオフセット指定ですね。これは YR アドバンさんのオフセット指定、まあ、純正は下まで来るんですけど上にしてラジエーターへの空気量確保と、でちょっと角度ついてるんで、まあ、見た目もいいっていう感じですね。で、あとはまあこのファンネルですね、はちょっと VAB は車重もあってブレーキがきついので、ここからあのブレーキのローターの方に、エアを持ってって冷やすようなクーリングパーツですね。でこちらのフロントのリップスポイラーはチャージスピードのフロントボトムライン、これは黒に塗装してます。あとはまあこのケインフック黄色いやつ、これはレイルのやつで、僕はちょっとここ純正のところくり抜いて使ってるんで、これカバーそのまま活かしてるような感じですね。はい。であとはこの金戸ですかね、上がベルスで下が APR パフォーマンスの両方ともカーボンになってます。一応車種専用設計のやつになってますね。フロント周りはそんな感じですかね。じゃあホイールですね、横浜のアドバンレーシングの RZF2 単造ですね。でサイズは 9.5J 18インチのオフセットがプラス44だったかな。で一応カラーリングが確かチタニウムブラックっていうのかなっていうやつですね。まあブレーキは純正、ブレーキローターも純正、パッドはワールドワンっていうところを使ってます。はい。であとは横のサイドガーニッシュはこれがあの S4 のやつの純正のやつを買ってつけてます。S4 の STI っていうのかなのやつですね。であとはサイドのこのスポイラースカートっていうのかなは STI のやつですね。であとはまあこのカーボンミラーですね。カーボンミラーはこれはもう普通のただのカバーになってます。このヒューエルリッド、あのカーボンのこれはあの貼り付けるタイプ、純正の上からこう両面テープでペタって貼ってるだけなんで、ヤフオクです。あとリアウィングは GT ウィングバリスのやつ、ユーロエディションってやつかな。で幅も1430で、一応車検が対応のやつになってます。でブラケットが結構高いんで横揺れが結構激しいんで、ワイヤーは自分で貼ってあります。一応ワイヤーの貼り方は過去の動画、僕のやつを見てもらえれば分かります。であとはマフラーですね。マフラーは最近変えたんですけど、 HKS のスーパーターボマフラー TI チタンですね。チタン風ではなくてチタンのやつです。はい。音はめちゃくちゃいいです。静かです。室内だと純正よりもしかしたら静かかもしれないです。であとはリアディフューザーが、これが海外のやつでちょっとメーカーがよくわかんないんですけどはついてます。あとはリアもケインフックがレイルのやつ、
になってます。まあ外装はこんな感じですね。であとはもうボディ補強になっちゃうんでちょっと見えないんですけど、結構まあアームと補強パーツと大体入ってます。あとはフロントはアンダーパネルとかも入ってますね。あと内装の方はレカロのフルバケですね。 RSG の ASMIS11 っていうやつです。であとはステアリングを変えてまして、ステアリング自体はナルディのパーソナルのブリッツレザーっていうやつ。あとここラフィックスつけてるんでこう脱着ができる形で、ここは結構厚めのボスを入れてちょっと手前にオフセットしてドライビングポジションを合わせる感じです。あとホーンが一応変わってます。これはなんだっけな、とこれが三つ葉の700Hz の超高音っていうやつに変わってます。あとは3連メーターがこっちにちょっとエンジンかけますね。左から油温だと真ん中が油圧で、ブースト系になってます。エンジンルームの方はまずこちらゼロスポーツのクールエアインテークで、純正ラジエーターだとここにまたあるんですけど、ラジエーターがこの前プローバのコンポジットラジエーター40というオイルクーラー内蔵のやつ、まあ、DRL 製なんですけど、一応そちらに変えたのでちょっとここは切り落としました。であとはベルトカバーレイルのやつ、あとは吸気ですね、が HKS のレーシングサクションリローデッドなんですけど、ちょっとむき出しだとやっぱ熱を吸っちゃうんでエンジンルーム暑いんでボックスで囲って、まあ、熱対策はしてます。これはマルシェのやつです。あとはまあクスコのタワーバーと、あとはこれがブレーキのなんだっけな、シリンダーストップみたいな、マスターシリンダーストッパーってやつ。あとはここにクールアクション2っていうゼロスポノがついてたんですけど、これは多分振動と熱で折れちゃいました。であとは HKS のブローオフバルブ、これですね、 SQV4 で、待機解放ではなくリターン式でちゃんとやってありますといったところですかね。エンジンルームはそんな感じになってます。であとはちょっとグリルの中隙間から見えるんですけど、この下に黄色いバーが見えるかな、見えないかな、あ、見えた、あそこに黄色いバーがあるんですけど、でこれがレイルのフロントフレームトップバーっていうやつですね。はい、であとねトランクですねの中に一応補強
このクロスのタワーは見えねえか。見えない。こういうね、こうクロスしてるやつ、こういうやつです。でここに見えるちっちゃい穴がリアの減衰調整の穴です。で多分この見慣れないネット、 VAB にはもともとトランクネットの穴がないんですけど、ここにちょっと穴を加工して、このクリップは日産の純正を実は使ってます。でネットはまあショッピングで、ネットショッピングで汎用のやつを使って、でマットもこの下の純正はモケモケがもうすごいカスになっちゃうんで、物が動いて、この FJ クラフトのゴム、すごい硬質なゴムみたいなやつを引いて、こういう感じでバッチリ止めて、もういつでも戦闘態勢に入れる感じです。であとはここにちょっと工夫して洗車道具を乾かすようにしてます。でここのなんか棒があるんですけど、ここはタオルを乾かすのにいつも使ってます。はい、トランクはこんな感じですね。一応まあ全体的にこんな感じですね。で、あとはやっぱボディ補強を下回りしてるんですけど、ちょっと映せないんでちょっと画像をところどころ入れておきます。一応まあこんな感じですね。はい、じゃあ一応こんな感じで僕の愛車紹介は終わりになります。はい。